令和元年5月12日大阪エキスポフラッシュフィールドにて2019年 X リーグ春トーナメント2回戦になります。クラブベアーズ対リードエフォートエールズの一戦が行われます。試合開始14時30分キックオフ予定です。ただいまから試合開始前のコイントスを行います。手前側バックスタンド側になります。ホワイトのユニフォームがリードエフォートエールズ、奥側カラーオレンジのユニフォームを着ておりますのがクラブベアーズになります。クラブベアーズはかつて1990年代社会人一部リーグで強豪チームとして、松下電工と歯を争った強豪です。手前側リードエフォートエールズは今年新規参入した、新しいチームになります。かつての古豪と新鋭チームの一戦となりました。エールズキックオフ、ベアーズリターンで試合が始まります。